キリュウさん、邪魔しないでください。黙れ。近づかんでください。これ以上あんたに組やらされたくないんだ。お前真珠に銃向けて恥ずかしくないのか。お前らの兄貴分だろ。悪いのは田中のおじきです。親に背向けて組裏切って。錦は東条会を裏切ってる。 本当の裏切り者はどっちだ。うるせえ。俺たちには親が絶対なんだ。親殺しが口挟むんじゃねえ。撃ちたきゃ撃てよ。真珠は撃てて俺は撃てねえのか。<笑>何ちんたらやってんだバカ野郎。 さっさと弾いて終わらせろや。
さすいません。最後まで。シンジ。風間のおやっさんはアケビって女に預けました。俺の女です。わかった。アケミだな。兄貴。これを。シンジ。お前シンジ。残念だったな、シンジとレイナは。ここ以外に頼れるところがなかったんだ。分かってる。できる限り手厚く葬ろう。ああ、すまん。アケミ？そうだ、シンジは確かにそう言っていた。しかし、そんな名前の女いくらでもいるぞ。それだけじゃな。いや、そうでもねえ。ああ、錦山組の田中の頭は実は風俗好きでな。知ってたか、桐生。まあな。ここ何年か奴が通ってる店がある。桃源郷ってソープだ。そこのナンバーワンが確か明美。なるほどな。ただしだ、そこは普通の店じゃない。ビル一軒丸々ソープになってるが、看板もねえし、パッと見じゃそれとわからねえ。しかも一回遊ぶのに100万はかかる。100万？現役のタレントやらモデルやらが働いているんだ。選ばれた人間の遊び場さ。おじさん、ソープって何？ん？うん、その、まあ風呂屋だ。いや、サウナか。俺に振るな。銭湯ってこと？いや、それとも少し違って、その、おじさんは行ったことあるの？ん？あ、あ、まあ、いや、うん、嘘。私どんなとこか知ってるよ。何日も歩いてたんだから。こりゃ一本取られたな。桃源郷に入るには桃源郷の会員証が必要なんだ。そうだ、新明という女が桃源郷で昔働いていた。今はピンク通りの社員とかいうキャバクラで働いてるはずだ。新明に会えば早く手に入るかもな。おお、
遊んでいきませんか。どうなってきたよ。ちょっと遊んでからか。